よし、やっていきましょう。第8話、デートの一番長い日の。長いな。デートの一番長い日、本当に長いな。どうも、アザラシです。ここのところ実写系の、実写の動画ばかり上げているので、ここらでちょっと桜大戦、続けていかないと。すっかり桜散っちゃったよっていうね。ああ。桜大戦実況やるときは、桜の舞う頃かなと思って、いつも始めるんだけど、あっちゅう間に桜が散ってしまってあっちゅう間に桜が散ってしまって、ご覧のありさまよ。もうすっかり桜が散ってからの桜大戦時空になっております。鬼を貴様と決着をつけに来たぞ。少ないな。いいだろう。やってくれ、一思いにやってくれ。この高等無形の切れ味高等無形、身をもって味わうがよい。はい、あ、はい。人が、敵が少なくてよいね。隊長。いよいよ最後の決戦だな。そうっすね。最後でいいんですかね。役者は揃いましたわね。みんな自分の力を信じて。つい胸に目がいってしまうけど、言わないようにしておこう。言ってる言っちゃってる。ついなんかこう、同じ角度でやるもんだからね。目がいってしまう。ダメだ、俺はダメなアザラシだ。あ、全然違うね。アイゼンクライトでいいんだっけ。アイゼンクライトの中身はちょっと他の後部とはちょっと操縦席が違う感じになってる。ちょっと武骨な感じになってる、中がね。これなんか制服にリボンがついてるのがなんかこう、桜大戦って感じですよね。大神の服はまあ、あれとしても。これさ、3体かな、敵は。めっちゃ強かったりする?上空音で、情報を聞いてみよう。情報じゃねえわ。通信。まず通信を。椿じゃなかった。鬼王の乗る魔装騎兵。闇カムイを破壊して。それだけ?それは情報ではないんだが。ちょっと待って。ちょっと、もっと見たい。なるほど。ここに対空砲台みたいなのがある。対空っていうか、地対空ミサイルみたいな。空じゃないけど、地対地ミサイルみたいなのかな。これを壊しに行く係と、突っ込む係が必要だと思う。で、まあやっぱり、まあストーリー上やっぱ桜くんにカバーをするのが必要かなと思うけど。桜くん、君は俺が守る。んでもって、か、隊長命令どうしよう。まあ、突っ込むかな。まずは風。早きこと風のごとしって突っ込みます。ガーッとね。全然たわんやんけ。全然たわないっていうのは、日本語としてちゃんと通じてるのかな。うおっと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 。いや。それ卑怯じゃないかい。多少卑怯じゃないかい。あー、なんとも言えねえな。ここで合体攻撃ができるけど、うわー、使っちゃうか、これで、ここで。いやー、使ってみるか。ちょっと早いかな、気が。いや、どうかな、ちょっと気が早いかな。どうかな。正義を込めて。いいっすね。いい合体攻撃だ。オーソドックス。シンプルかつオーソドックスな合体攻撃だ。こうでないとな。この神、
この像がちょっと怪しいんでね、先に壊しておく。ポポポポポポポ。デレデレじゃないか。スミレ君も突っ込ませたい気持ちはあるけれど、スミレ君は下で。いやーちょっとどうかなー。いやー必殺とまではいかないなー。これで防御、スミレ君に死なれてはもう元も子もない。見ていてくれよな隊長。カンナで行かない、たわない、全然たわんやんけ。カンナは突っ込む。これサクサクとね。いや最近思ったわ。実況はね、実況こういう戦闘パートもね、飛ばしちゃいけないものだということに気づいた。いや飛ばせばいいんだけど、飛ばしちゃいけないんだと。飛ばせばいいんだけど飛ばしちゃいけないものだということに最近気づいた。うん、そこもね、たとえ全く見どころがなかったとしても、やっぱ喋っていかないといけないんだなっていうことにね、今更ながらに実況者格やというものをちょっと思った。思い至った。だからね、めんどくさっと思った人はね、もう飛ばしちゃって構いませんよ。ここはね、大して話も進みはしない。アイリスを下に下げてるのはどうかな。やっぱ前かな。やっぱアイリスは前かな。ちょっと前の方、前のめりに行かないと鬼王がねプレッシャーをかけてくるからね。鬼王のやっぱこう必殺が来た時に後ろがこう後ろにいて回復が間に合わないで、ちょっとやっぱり良くないので先行させようと思います。アイリスはね、回復係は回復させるためにいる。あーたわねーたわねー。コーランもちょっとね、ちょっと遠いよね、全体的に遠いよね。いや意外に倒うかも、意外に倒うかも。二人並んでないな。この辺が壊せれたらおんのし。ファンネル。よし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 。この魔像がね、敵としてこちらに向かってくる前に壊しておくのがベターでしょうね。てんてんてん。いやー。いや硬いな、やっぱり脇地状態だと硬いな。象の字、おおおお、やばい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 。後ろの方たちが死んでしまう。将来ホーマ精神、ホーマ精神。さくらくんの必殺技みたいなのがズバンとテンテラリラリン。これで2人は食らわないけど、うー、あー後ろの連中が痛いよ。つら、まずいよまずいよ。あー効かない。なんで効かない。あ、3人いっぺん。あ、より効かない、効かない。スミレ君は効いてない。誰に効く。コーランも効かない。そんなに効かない。いや効くね、効いてるね。あとは効かない。あとはあう、やばいやばいやばい、マリア死ぬ。あドロロロロロ、口だけマリアになっちゃった。もう行くしかないんだよ、突っ込むしかない。風でええか、体調命令、風でいいか、山の方がいいか。
林で。あえての林でもまあ一応回り込めないことはないので、ぜや、いやー、鬼を強いな、鬼を強いな。いやいやいや、効かない。スミレ君も死なせるわけにはいきませんよ。スミレを死なせたとあっちゃ、もう全国のスミレファンに申し訳が立たない。うわ、範囲えぐ。今のもう一個前でよかったかな。やっぱスミレなんだよな、使いやすさが。もう素晴らしい、一人でこの辺の厄介なのを全部倒してくれてる。めちゃめちゃかっこいいじゃん、めちゃめちゃかっこいいじゃん。経験値上げてくれ、スミレに経験値を。普通に殴る。いやー、効かねえなー。これで囲っとく。これで、まあ、4しか効かん。行くよ。行ってくれ。あれにも、まあ、死ぬってことはないな。ここにいて死ぬってことはない。あ、後ろも一緒に串刺しにすると思ってた。一体だけかい。ぬー、どうすかな、どうすかな。壊れてくれるといい、壊れてくれるといいが、あー倒せないですね。それ織姫はここら辺でいい感じに巻き込んでくんない。うーん、厳しいな、多分倒せない、倒せないなぁ。回復かな、下がる意味なかったな。そしたらちょっと作戦が、鬼よ、お前の仲間はすべて倒したぞ、お前の野望もここまでだ。我らはあの方の望みを果たすためのみの存在だ。まあ、道具がどうのこうの必要ない、私一人であの方の望みを果たすまでだ。クーデターを起こすことがお前たちの望みだったのか、そんなことをして何になる。マシン機を奪うためのな。でもマシン機も壊れたけどな。覇者の力を封じることこそ目的、そしてそれは達成された。それだけのために、お前たちの罪を知れ。罪などは、それはちょっと違うじゃん、それはちょっと違うじゃん。囲った意味が、それはちょっと違うじゃん。囲ったのにさ。いや、頼む、すみれくんだけは。ああ、すみれくん硬い。すみれくん硬い。いやー、やらしいな。うい、増えてくる。この黒いのがとにかく強い。火かな。火は違うな。チクチク行くしかない。硬い、鬼をめっちゃ硬い。
せい。こんだけやっても53。スミレ君死んじゃうんだよな、下手すると。絶対スミレは殺させないという強い意志が必要。お、見ていてくれ。カンナの必殺をどこで使おうかというね、作戦を火に切り替えて一発で仕留めたいけど、まだちょっとワンターンで仕留めれるような位置にいないよね。でここでアイリス、アイリスもまだ回復はしないけど、回復はしないけど、捕まると、この辺の連中に捕まると死んじゃうかもしれない。あ、でもやめとけ、やった。2とか3しか食らわないのよね。7とかか。血を倒せ。倒せ。倒せない。倒せないな。必殺でも倒せんかな。あ、必殺だと2人巻き込みになる。ちょっともったいない。通常攻撃して、回復かな。いやー硬いな。で回復。コーランもなー、いまいち使いにくいよねこれが。コーランも通常ここに打って、で回復かな。いや防御、回復、防御、防御かな。まだ持つ。織姫は、姫はこいつを倒して前に出る。織姫出れたら可愛いと思うんだけどな。出れたら可愛い。ツンデレってやつはな、ツンデレってだけで価値がある。えぐい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 な。いやこれは幸い、不幸中の幸い。でもこれはね、必殺がたまんないっていうね、必殺がたまんないっていう悪いところがある。さくらくんの好感度がたまる一方で、ダメージを無効化する一方で、必殺のためゲージがたまっていかないっていう、そういうね。いやー厳しいなー、どうすっかなー。いや全然倒せないよね。隊長命令、火で行きたいけど防御が下がる。多分倒しきれない。通常でチクチク行くしかないかな、まだこの辺のターンはな。いやー硬いわ何言ってた、何言ってんの。あやばい、カンナも、カンナも届かない。コンビネーションアタック何言ってんだこいつ。スミレ前に出したいけど、めちゃくちゃめちゃくちゃ体力もう残ってないな。一応回復で、見ていてくれよ。カンナが前に出る、たわない、いかないよね。全然到達できないよね。なんとか鬼を次のターンで仕留めたい。うわうわ硬い。どうするか、どうするかな、どうするかな。必殺
これはこれは大神を回復させた方が良かったんだろうな。イリスポワットダスターレかな。フランス語はようわからん。フランス語はようわからんって言ったけど、別に他の言語もわかるわけじゃないな。ないやな。全然回復してなくない？じゃあ、じゃあ、ここしか生きようがないね。いや、あ、そっか。これでコーランがここ二人まとめて倒してくれるっていう、そういう感じになればいいか。まあ、こうしかないね。必殺使わんでも倒したかもしれないけど、残しとくと厄介だから、なんとここで二人は、敵二体は倒しておく。宮殿の。コーラの必殺の技の中でもかなり地味な方。アッサムリーダーみたいな。かなり地味だよね。1の頃の方が派手な技使ってましたよ、あなた。なんたらロボみたいな。なんか、死生獣ロボみたいなの使ってる気がする。地味になってる。ここがなぁ、織姫がちょっと怖い。観念しなさい。覇者の血を引く者か。魔神器をなくなったが、侮れん。後の憂いを完全に取り除いておくために、覇者の血を立たせてもらう。覇者の力でなく、みんなの力であなたを倒すわ。話の通じないタイプの敵。いやー、好きに動くし、この貫通攻撃。だいぶ厄介。だいぶ厄介。しかも画面端。隊長命令。火に行きたいけど。火と見せかけて風。いや、火と見せかけて風にした本意は、カンナが届かんかもしれん。鬼王の横までカンナが届かんかったことへの懸念を。懸念から。これでやったって、いやー、はいは死んだ、言い過ぎだよ。すみれさんもここまで前に行ってくる。すみれさんちっちゃった。すみれくんね。何発当てられるかだな、鬼王に。多分カンナで一発で倒せるってことはないでしょう。あー、強い敵だな。仲間がいるなら別れをいいな。強い敵なのか、ちょっと合体攻撃を使うタイミングが悪かったかもしれない。うん、もうちょっと敵を引き寄せて、呼び寄せてからの合体でよかったかもしれないね。100は引く。よし、100聞くのはいい情報。少しでも削っていく。これで7。レニーは多分届かない。多分届かない。届かないかな。届かないね。残念。レニもあの、さくらくんみたいにさ、直線無限円で、無限にこう届く距離で必殺使えたらいいのに。はい、コーランで終わるなんて、そんなしょぼいまではさせしてくれるなよ。あは
やるなじゃない。シャワー浴びたいです。シャワー浴びたいです。うわ。織姫ボロボロじゃねえか。でも最後必殺、織姫の必殺で。織姫の必殺であるのに。言ってもらおう、鬼を。響け。なんて言っててどういう意味なのかとか、その、わかんないよね、桜大戦、このゲーム中では。やったか？よし、よしよし。マリアという貴重な犠牲のもとに。なんとか。マリアを捧げることで倒した。覇者の力もなしに。負けるのか。負けるのか。だが、お前たちを生きて返すわけにはいかん。あ、はい。あ、はい。何？自爆？ん？うわー！迫真の演技をしてる。あー、なるほどね。脱出が厳しい、これは。どうする、どうする、どうするっけ。なんか後ろから逃げれそう、後ろから、あの鬼王の後ろからなんかこうタタタタっていけそうよ。押しのけていこう、あのなんか脱出通路みたいなところに、あの緑色のね。あ、やっぱみんなそこ行くんだ。しかもさくらくんなんかトンネルの上走ってったな。さあくらくん、はい、もう26分50何秒とかになってる。わあ、誰が見るんだこの動画。誰が見るんだ。今のうちに言ったことって多分 YouTube 上に上げたとして、ここで言ったこととか多分誰も見ないから、好きなこと言えるね。本当に本当に綺麗、好きなこと言える。何言おうかな、何言おうかな。この手と国旗界の手かな、守りきったんだよな。てねてねねねね、マリア、マリア生きとったんか。悪い、なんでマリアはあんまりなんかピンとこねえんだろうな俺に。なんでマリアが俺に刺さんないのかがわからない。あのすごいね、モガミモガとか好きでね、金髪のショートカットとかめちゃくちゃ好き、ショートボブみたいな髪型めちゃくちゃ好きなのに、なぜかマリアは全く刺さらない俺に。なぜなんだろうな。ロシア人が別に嫌いとかじゃないのよ、全然そんなことはない。金髪ショートカット、やっぱ大人の女性みたいな、そういうところに、なんかこう、近寄れないものを感じてしまうんでしょうかね。精神が未熟だから、アザラシは。やっと戻ってきたんだ、俺たちの大帝国劇場へ。え、一日しか経ってないの？ははは。恐ろしいな。大神、あ、顔が真顔に。ご苦労だったな。あ、はい。ご苦労、ご苦労でした。一つにまとめ上げてくれた。そんなに心バラバラだったかな。いえ、そんな。否定から入る、否定から入る形勢で。つい先ほど鎮圧されたそうよ。よかった。デートもこれで。でもね、マリアはうんってなるけど、この楓さんは割とありなんだ。割とありよりのあり、ありよりのあり。なんでなんだろう、何が違うんだ。胸の大きさも出して変わりはしないしな。髪型かな？いや、髪型もあんま変わりやしねえしな。楓は、声か、声かな、声、声なのかな。大神さん、なんかね、桜田先生、確かね、楓さんの、なんかこう、風呂入って覗くシーンみたいなのが、確か、ここにいられるのは、どっかであって、どっか、何話かのどっかであって、それがなんかもうなんかめちゃめちゃ鮮明に頭にこびりついてるんだけど、このゲームプレイしたのが何年前かっていう話をすると、あ、もう怖いよね。一体いつの映像が頭に残ってんのかって思うけど、確か後ろ姿だったような気がする、楓さんの風呂のシーンは。それぐらいこう脳裏に焼き付いてるんですが、すごい桜大戦2ね、セガスターンで自分が初めてやった桜大戦シリーズで、それはもう一体いつの話なんていうぐらい昔のことなんだけど、結構なんか
目に焼き付いてるシーンみたいなのは思い出せる。でも今の鬼王の最後とか全く記憶にないもんね。そうだね、全く記憶にない。でも桜大戦2多分ね、1回しかしてないのね。この手のゲームってなんかやり込んでる人はめちゃくちゃやり込むから、全ルート行ったりさ、大神の技を解放とかして、そういう楽しみ方するんだけど、アザラシに関してはやっぱこう一つのゲームの一本のヒロインにはやっぱり他のヒロインを選ばなかったルートを選びたくないっていうかさ、他の大神将棋が他のキャラに浮気したっていう、大神がこのキャラにこのキャラに浮気したっていう世界線を見たくなくてね、なんか同時期にたくさんできない。やってる時はもうそのキャラ以外の別のルートをやることなんで、もう到底頭から外してるんだよ。だから1回しかやってない割に結構頭に焼き付いてるシーンがあるなみたいな。声めっちゃ男なんだよ。あ、私たちも俺よりも男声が、女声が出てないぐらい。俺よりもっても言ったの。あ、はい。はい。勝利のポーズ決め。何が、何がある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 。いやいや、勝利のポーズ決めだよ。やっぱり恥ずかしいのはないよ。それはない。イエーイ。いいね。こんだけ人が集まってさ。楓さんが左におる。かわいい。でーねーねー。長かった。大正維新軍の武器を集めてますね。決起に加わった下士官たちは原隊に復帰。天笠をはじめとする青年将校たちもことごとく投降し逮捕された。死んでる京極。クーデターの首謀者、京極警護の自宅では、拳銃自殺を遂げた京極の死体が発見された。こうして雪の帝都を舞台に繰り広げられた造反劇は意外な形で終結を見たのである。めでたしめでたし。いや、そして再び帝都に平和が戻ってきた。数ヶ月に及ぶ国旗解雇の戦いにもついに終止符が打たれ、花組にも久々に心安らかな日々が訪れた。時は大正14年の冬、帝都の空は青く澄み渡っていた。終わった。次回予告。クリスマス。始まっちまった。ルート分岐が始まっちゃうよ。いよいよだな。いよいよだけど、季節が全然。やっと桜大戦ね、ラスボスみたいなのを倒して、鬼を倒して。いやー、こっからはね、おまけのアフターストーリーですね。手分けじゃないんだけどね。手分けじゃないのはとっくに知ってるんだけど。いやー、誰選ぶかな。もうこう見るとめっちゃ桜なんだけど。いや、桜でよかったっけ、桜だっけ俺。まあいいや。まあ、なるようにならさ。よし。じゃあ、ここまで。上映時間13時間45分。結構長いことやってます。桜くんのプロフィールが出てるね。何年 ?7月何日。何歳が乗ってない。北進一刀流免許改伝の腕前。A 型、宮崎県出身。なんだろう。はい、ということでね。はい、ちょっと長くなってしまいましたけども、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。まあ、ポンポンとね、桜大戦あげて、桜大戦2はね、なんとか終わらそうかと思っております。じゃあね、ほなまた。